関東を支配した北条家の滝山城、巨大な空堀と土塁で城を囲み防御施設を巧みに配した造りから中世城郭の最高傑作とも呼ばれています。城の遺構は現在でも目にすることができ、見学の様子は前回の動画で紹介させていただきました。もともと大石氏の城であった滝山城は、北条氏康の三男氏輝が入城した後、長期間にわたって改修が行われ大規模な城郭となりました。この城の防御システムは、各方面から攻め寄せる敵兵を全て二の丸で食い止めるというもの。そのため3箇所ある二の丸の入り口はがっちり守られていたのです。これが実際の戦いでどのように機能したのか気になりますね。滝山城は1569年に武田信玄率いる2万の軍勢に攻められるのですが、落城せず持ちこたえました。城を守る北条軍の兵力は2000だったということなので、およそ10倍の敵を追い返すとはなかなかのものです。巧みな防御システムがしっかり機能したのだと思われます。ところがその戦いの後しばらくして、氏輝はここから離れた深沢山に新しい城を築き、そこに移ります。不思議なことに10倍の武田軍を追い返した守りの堅い城であるにもかかわらず、滝山城はある時から使われなくなってしまったのです。それにはどのような理由があったのでしょうか。そして滝山城に代わる新しい城とはどのようなものだったのでしょうか。今回は滝山城をめぐる武田と北条の戦い、そしてその戦いの後北条氏輝が築城した八王子城について紹介します。滝山城は北条家の軍事経済の面においてとても重要な城でした。軍事面では関東平野を南下してくる敵勢力があればここで止め、北条家の本拠小田原を守ります。経済面では城の北側にある多摩川の水運を握り、周辺地域と関東全体の流通を支配する役目もありました。氏輝は滝山城のあたりで上流から運ばれる木材を抑え、多摩川から江戸湾、そして小田原に至る輸送ルートを構築したようです。これによって北条家は豊富な木材を調達し、周辺の勢力に対し大きな影響力を持つようになります。氏輝は後の時代でいう大名クラスの所領を得ていたということで、滝山城をこれでもかと大規模に改修できた理由もわかりますね。1554年相模の北条と甲斐の武田、そして駿河の今川は互いに盟約を結びます。戦国史上まれに見る大国同士の軍事提携、三国同盟です。ところが駿河の今川義元が桶狭間の戦いで廃止すると、甲斐の武田信玄は盟約を破棄して駿河へ侵攻。これに怒った北条氏康は駿河にいた武田軍を攻撃、北条軍と対峙した武田軍は甲斐に退却することになりました。このままでは駿河になかなか攻め込むことができないことを悟った信玄は、邪魔な北条の動きを抑える作戦を考えます。それは大軍を率いて北条家の領国を縦断し、武田軍の強さを見せつけるというものです。1569年8月、武田信玄は2万の軍勢を率いて甲府を出発、北に向かいます。そして碓氷峠から上野に入り、
上杉軍の動きを牽制した後、南下、滝山城を攻撃する態勢を取ります。この信玄の動きに対して滝山城主北条氏輝は2000の兵で籠城することを決定。こうして滝山城における武田軍と北条軍の戦いが始まるのです。信玄は多摩川の北に陣を構えます。しかし直接滝山城を攻撃することは難しかったようで、周辺の村々を焼き払う行動に出ます。北側から滝山城を攻めるには多摩川を渡り、霞丘陵の急な坂を登らなければならず、ちょっと不利です。一方滝山城からは武田軍を見下ろすことができ、地の利で言えば北条軍が有利です。この時の滝山城はまだ現在残っている規模まで改修が行われていなかったと思われますが、それでも10倍の相手が容易に攻撃できない堅城ぶりをその立地の良さから発揮していたのです。ところが北条軍にとって思いもよらないことが起こります。武田軍の別動隊が南側から滝山城に迫ってきたのです。この別動隊、小山田信重率いる一線は甲斐から甲州街道沿いに東に進み、小仏峠を越えて北条家の領国に侵入してきました。当時小仏峠には軍勢が通行できるような道は通っておらず、こちらから武田軍が現れるのは氏輝にとって考えられないこと。小山田氏はこの戦いに備えて密かに小仏峠を整備していたのでしょうか。滝山城の南側に突如現れた敵軍に北条軍は驚愕します。氏輝は守備兵の一部を迎撃に向かわせますが、この一帯は都取で待ち構えていた小山田隊に大敗、滝山城に撤退します。勢いに乗った小山田隊は滝山城を南側から攻撃、氏輝は城下へ兵を繰り出して戦い、また二の丸矢倉門の上で指揮を取り奮戦したと伝わります。武田信玄の息子勝頼は北条方の侍大将と一騎打ちを行うなど、激しい戦いが繰り広げられました。滝山城は武田軍の攻撃を受けて、やがて三の丸が攻め落とされます。しかし防御の要二の丸は落ちず、3日間の戦いの後武田軍は兵を引き上げます。北条氏輝の滝山城はなんとか落城を免れたのです。滝山城の包囲を解いた武田信玄はさらに南下し、北条家の本拠小田原城に進軍、4日にわたって城を囲みます。しかし北条軍は城にこもって出ず、戦いとならなかった武田軍は城下に火を放ち引き上げます。この後北条軍は甲斐に引き上げる信玄を三瀬峠で待ち構え、小田原からの軍と攻撃しようとしますが、武田軍を打ち破ることはできませんでした。こうして滝山城の戦いを含む武田信玄の関東出兵は終わるのです。この一連の武田軍の行動を信玄の北条家に対する威嚇とすれば、滝山城も小田原城も本気で攻撃されなかったと考えられます。それでもあまりにも守りの弱い城なら落城させられたかもしれず、滝山城は簡単には攻略できない城であったとも言えます。氏輝はこの戦いで滝山城南側の防御能力の低さを悟ったようです。また二の丸で三方向からの敵を防ぐというシステムも、大軍相手では兵の損失が大きく、巨大な城を守るにはそれなりの兵力が必要で、このあたりも滝山城の弱点だったのかもしれません。さらに甲斐から小仏峠を越えて霞
関東に入る道が開かれたことで、滝山城を経由せず北条家の本拠小田原に進むルートができ、滝山城の存在価値は大きく変わってきました。フジテルは滝山城の改修を続けながらも新たな軍事拠点の建設を考え始めます。本能寺の変によって信長が倒れた頃、フジテルは深沢山に新たな城の建設を開始し、1587年頃滝山城からここに移ります。そして八王子権現をこの城の守護神とします。八王子城と呼ばれたその城はその後も改修がずっと行われ、最終的には北条家ナンバー2の城として機能することになります。八王子城は標高445メートルの山に本丸を置く山城です。滝山城の標高は160メートルほどなので、フジテルはかなり高い山に引っ越したことになります。後ろ堅固とはいえ、周りに平地が開ける滝山城は全方向に対して守りを固めなければならなかったのですが、山岳地形の八王子城は少ない守備兵でも一方向だけ固めれば守ることができます。この考え方は戦国時代初期の山城のようですが、フジテルはこれを採用したのです。八王子城の中心は山のふもと、御主殿がある巨漢地区です。普段はここで政務を取り、戦いとなれば裏の山にある要害地区に登り立てこもるようになっていました。現在も八王子城の要害地区本丸あたりまで登ることができるので見てみましょう。山の入り口には鳥居があります。山頂付近に八王子神社があるので、その参道ということだと思います。この道はきつく、登るのにかなりの覚悟が必要です。距離で言えば1キロほどなのですが、頑張っても山頂まで40分はかかると思います。急な坂道をひたすら登ります。道の左右は崖になっており、尾根伝いに進んでいることがわかります。途中平らに削られている部分がいくつか見られ、車の跡だと思われます。下から登ってくる敵兵をこのような場所から攻撃するのでしょう。車の跡という看板がありますが、それほどの広さはありません。尾根状の限られたスペースを使い、柵や門などの防御施設を整えたのだと思います。分岐の先からはさらに勾配がきつくなり、道が折れ曲がります。頭上に高丸の段が見え、この辺りは防御のポイントだったのでしょう。山頂部に近づくと道が平坦になります。途中素晴らしく景色が開ける場所があります。とても綺麗なのですが、当時の兵士たちはどのような気持ちで見たのでしょうか。山頂部は意外と広いスペースが確保され、フジテルがこの城の守護神とした八王子神社があります。この城と町の名前の由来となったとされています。神社の裏の一段高い場所が本丸、その左右に2つの車が配置され、城の中心部を守っていました。八王子城の要害地区を訪れても、当時の遺構がどうなっているのか
正直分かりにくく、きつい山登りの記憶だけが残るのですが、攻めるだけで寄せ手の兵が疲れ果ててしまう、この高さが山城の最大の武器なのだということならば十分納得できます。時代と逆行するように高い山の上に築かれたこの城ですが、新しい関東への侵入ルートを抑え、しかも少ない兵で大軍に立ち向かう工夫は、滝山城で10倍の武田軍と戦った氏照の経験によるものと言えます。山麓の氏照が政務を取っていたと思われる御殿の付近からは、発掘調査の結果、庭の跡やたくさんの器などが発見され、戦国の世にもかかわらず、ここでは優雅な生活が送られていた様子がわかります。この巨漢地区では車の周りに石垣が用いられ、八王子城には新しい築城技術も取り入れられていたのですね。氏照が滝山城から拠点を移してからわずか3年後、きらびやかな御殿が建ち、周囲の山までを取り囲む広大な規模となった八王子城は激しい戦いの舞台となります。天下統一を目前にした豊臣秀吉の関東侵攻により、大軍の攻撃を受け、わずか1日で落城してしまうのです。時代遅れの山城とも言われながら、一方で先進的な巨漢地区を持つ八王子城、その優雅な造りと激しい戦いについては次回の動画で紹介しますので、そちらもぜひご覧ください。